はい、スターチューエンジンです。おお。いいね、12。このレスポンス何？神がかってるな、このエンジン。この日を待ってました。ついにフェラーリプロサングへ乗りましたよ。まあ、最近ねフェラーリ F1 頑張ってますけどね、圧倒的にホンダが強くてマクラーレンも強くて、もうちょっとフェラーリまあいけんのかなと思ってる矢先、まあこのプロサングへ、まあ、フェラーリ初の、まあ、5ドアハッチで四駆で SUV、まあ、SUV って言っていいかどうか分かんないですけどね、まあ、確かにちょっと車高高いんだけど、もともと12気筒 の四駆は GTC4 ルッソっていうのがありましたから、まあ、それのボディパッケージを変えて車高を上げて SUV ブームの、まあ、最後の大物って感じですよね。アストンマーチンも出てきて、今だから SUV 作ってないのは、まあ、ロータスも作ったからマクラレンぐらいかな、ね、ランボルギーニもあるしね。だからマクラレンはやらないのかもわかんないけども、でも、ね、お金儲けのためにはやるかもわかんないんですけど、まあ、このフェラーリどうなんだろうと思って乗ってみたんですけど、まあ、こういうところをゆっくり走ってる分には正直あんまりよくわからない。すごいっていうのはわかるんだけど、何がすごいのかっていうのは正直わかんないですね。でもね、メカニカルにはアクティブサスが、まあ、モーターで制御されるんですよね。だから、まあ、コーナーリングで内輪がこうジャッキアップするんですけど、まあ、ロールは競艇のモーターボートと違って外側を沈み込むロールなので、まあ、アクティブサスはそれをフラットにしたり、一時アウディはインロールとかってやってましたけども、メルセデスもそうなんですけど、まあ、全部そこは従来は油圧とか、まあ、エアサスを使ってやっていたんですけど、まあ、これはモーターによってサスペンションのストロークを制御するっていう、まあ、ある意味画期的な技術ですよね。でこれから電動化になると電気エネルギーいっぱい持ってますから、油圧で制御するよりもモーターで制御した方が、まあ、より緻密に制御できるし、まあ、モーターだったらソフトウェアで、まあ、いろんなことができますね。だからまあそういうことを考えると、このサスペンションは、まあ、これからのハイエンドな高級車に使われていく技術なのかなっていうのが一つ、まあ、あと去年の今頃かな、まあ、ブレンボに呼ばれて、ドライブレーキ、まあ、油圧でキャリパーのパッドを押すんじゃなくてモーターでソレノイドバルブとモーターでバンとこう電気の力でパッと押し付けるような、まあ、モーターキャリパーに乗ったんですけども、それも25年ぐらいに出てくるそうなんですけど、そうするともう今パワーステアリングは油圧じゃなくて全部モーターになってますから、サスペンションもブレーキも、まあ、ダンパーもね、全部油圧からモーター制御に切り替わる時代、まあ、そういう意味でプラグインハイブリッドとか電気自動車みたいに電気エネルギーをいっぱい持ってるといろんなことができるんだなっていうのが思いますね。まあ、このプロサングへ、まあ、ADAS もついてますよね。だからカメラで白線見てますし、車線いつだしそうなると電動パーステでククって戻すんですけど、このスピーカーを使って音でも知らせてますね。もちろんこのインパネのところのマークでも知らせるし、まあビジュアルでも分かるし音でも分かるし、電動パーステがクッと動くことによってハンドルを握っている手のひらでも車線逸脱っていうのは分かりますね。なんで人々はみんな12に行くのか、まあ、それは内燃エンジンとしてまあ、完全バランスだからっていうのは言えますね。クランクシャフトに発生する、まあ、1時、2時、3時、4時、5時、6時振動ぐらいまでが、まあ、限りなくゼロになるというような究極の完全バランス、
で完全バランスは12だけじゃなくて直六と水平対向六とも完全バランスと言われてますね。だからまあポルシェの6発、フェラーリの12、まあ日本ではマツダが頑張って作ってるストレート6ですね。高速走ると本当にフラットですね。多少路面のデコボコが来てもものすごくダンピングがいいし、なんかもうロールピッチがほとんどないな。完璧にフラットライドですね、これは。なんかサスペンションが生き物みたいだな。動物の暗夜みたいな感じですね。でも今フェラーリ買うんだったら何がいいかなって、この前1030馬力のね、あのすごいの乗ってきたんですけど、ストラダーレですけども、あれもいいけどこれもいいんだけど、なんか普通の GTC4 ルッソでもいいかなって思いますよね。まあ昔の612とかですね。だから V8 ターボもいいんだけど、俺はやっぱりいつかフェラーリの12は持ってみたいなと思ってますね。この辺のコツコツっとした時の、まあサスのこの初期のあたりのちょっとしたマイルドなところと、その先はビシッとこうダンピングさせるところ、そのバランスがいいですね。だフェラーリはまあバッテリー EV 作ろうと思ったらどっかからバッテリー調達してきてモーターで走らせればいいんで、まあそれをどういう DNA で走らせるかっていう、どこに魂を入れるかっていうのは大事で、電気自動車になってもフェラーリの魂っていうのはずっと続けられると思うんですね。まあこのフェラーリの SUV 乗ってるとね、 SUV っていう軸で見た時にはマツダのあのラージ群のね FR ベースの CX60、70、80、90、まあこういったシリーズもあるし、まあクラウンの方は FR 系をやめて、まあセダンではありますけど全部エンジン横置きにして、でまあその辺りからセンチュリーとかミニバンの2000万のレクサスの LM なんか出てきてるんですけど、エンジンを縦に置くとフロントのデフの配置が困っちゃうんだよね。だからエンジン横に置いちゃった方がパッケージ的には楽なのかもしれないけどね。何年か前のジュネーブ賞でフェラーリが4駆出したっていうのがあってね、でそれはもうしげしげとあのジュネーブ賞の会場で見たんですけど、まあ、フェラーリの場合12気筒エンジンでもフロントミートシップでこの辺なんだよね、エンジンがね。だどうやって四駆作ったかっていうと、フロントの縦置き12気筒エンジンの前側にフロントのデフを作って、でトランスアクスルでリアにデフがあるってことで、まあ、あのエンジンとミッションの両サイドをデフで挟むような四駆なので、あの縦置きの FR 系というとトランスミッションからこう前側に出してエンジンの下にデフを入れるみたいな、あのメルセデスとか BMW とか GTR はそうなんですけど、フェラーリの場合エンジンがこっちだから、そのエンジンの前側にデフを置いたっていうところがすごいなと思って、でこういうレイアウトって前後長が短いエンジンだとできるから、スバルもそうすればいいのになんてその時思ったんですけどね。だからまあフェラーリの四駆っていうのはまあそこから始まって、でその後 GTC4 ルッソ四駆が出てきて、あの国際試乗会も行ったんですけど、でついにその、まあ、せっかく四駆があるということで車高を上げて SUV 作ったんですね。と同時にあの2ドアのクーペではなくて5ドアハッチということで、まあ、フェラーリにしてみれば車高の高い初めての車と、まあ、5ドアハッチということで非常にこうチャレンジングな車ですね。実際乗ってみて、まあ、日本だと50キロ60キロなので、高速道路はカーブがないからよくわかんないんですけど、はっきり言って日本ではよくわかりませんこれはやっぱりドイツアウトバイン行かなくても、まあニュルあたり走ればね本領発揮なんですけど、まあスペインぐらいのワインディング行って走らせたいなと思うんですけどね。
ということで、技術的に見るべきものがものすごくありますね。でなんかね、ここを車高上げて中見えちゃうんで、ここをカーボンで分離して隠したんですけど、私将来これの車高の低いやつが出てくるのかなと。そうすると5ドアで4駆でっていうと、あ、パラメーラなのねと。だこれのパラメーラバージョンが出てくるんじゃないかなと思うんだけど、まあいずれにしても超魅力的な車でも、日本では全くこの車の本領を発揮できるコースは、コーンズの専用サーキットに行かないとダメですね。